福井県三国港新海丸さんにやってきました。本日ご同行いただきますのは、大海原から今永さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。今永さん、今日はどんな釣りを？はい、今日はですね、縦釣りと言いまして、まあ、地域によってはアンダーベイトとか落とし込みとか言うんですけど、まあ、いわゆる北陸で縦釣り、はい、という釣り方にね、今日はチャレンジしていきたいと思います。はい、ちょっと久々の縦釣りなんで、はい、とても楽しみです。結構ね、この辺で言うと、はい、まあ、ハマチ系、ブリ系、それから、ね、大きいヒラマサで、まあ、もしかしてヒラメで、アコウみたいな高級魚がね、狙えますんで、釣れるとは言いたいんですよ。狙えるって言いましたよね。はい、ということでちょっとね、大物を今日は狙っていきたいと思います。はい、頑張って狙っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー海上釣り堀定丸では、おいしい魚を食べてもらうため、自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。定丸最高。さあ、早速ポイントに着きました。今永さん、ここはどんなポイントですか？はい、ここはね、まずね、港から出てきて割とすぐのポイントで、水深が今でね、66メーターあります、はい、で仕掛けの方がですね、こちらの、落とし込みサビキ豪華 HG ということで、まあ、ちょっとフラッシャーと、まあ、ちょっとキラキラのホログラムのついた針を使用した仕掛け、はい、で、船長に引きまして、8号の針図からスタートしていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。重りが船長指定の60号ですね。はい、ダイトーいきます。この縦釣りっていうのは、基本的にまずベイトを釣る、でそのついたベイトをそのまま下に落として大物を釣るっていう、まあ要は2つの釣りをしないといけないんですけども、これベイトがつかないことにはまず釣りが始まらないんで、まずベイトつけるっていうのが優先なんですけど、一番大事なことは、船長が、僕ら釣り人が仕掛けを落としたときに、そのイワシの群れに仕掛けが当たるように止めてくれてるんですね。なので、船が止まって船長が、はいどうぞっていう合図と同時に、必ずすぐに投入するっていうのが、まず一番重要なことになります。そこからは、ベイトの反応っていうのを船長が言ってくれますんで、反応付近までまずフリーでストーンと落としていって、で、指示棚付近に来ると、そこからは指で止めて、仕掛け全体を止めた瞬間にポロッと針が踊る感じで止めてやったりだとか、もしくは、サミングするか、メカニカルブレーキを締めてゆっくり落としていきます。そして乗るとちょっとプルプルと竿が暴れますんで、暴れたら、まあ、ベイトがね、もしちゃんとついてれば、そのままゆっくりとそこまで落としていきます。つかなければまた指示棚からやり直すと。上げ直すときは必ず電動の全速巻きで上げた方がいいと思います。そういったまずベイトをつけることを考えた上で、まず仕掛けをね、いろいろと選択していく必要があります。お、ついたついた。あ、つきました。ちょっとこのまま直してて、取った？いいよ。あ、僕もつきました。ボトムでつきましたね。そこベッタリやってる。おお、来た。よし、来た。来た。やっぱついたら早いですね。来た。あ、僕も来ました。ダブルヒットです。よし。はい、ウソバムヒットよ。今ので60からした。やっぱボトムすぐ来ました。餌ついたら。そうですね。ボトム付近で餌がついて、そのまま待っていたら、ゴーって入りましたね。あ、いいですね。おめでとうございます。うい。
はい、牛とは引き上げやったよ。お願いします。ありがとうございます。よし、やった。はい、行きましたね、朝一。いきなりダブルヒット。はい、豪華サビキね。もうボトムでね、イワシついたらすぐでしたね。ゴゴゴンと。これが面白い、この釣りは。いや、最高です ね。やっぱね、餌つけんと始まらんので、はい、一生懸命今から餌をつけて、はい、この調子で釣っていきたいと思います。ありがとうございます。さあ、本日使用している仕掛けがこちらの、落とし込みサビキ豪華 HG5 本ミックスというこちらの仕掛けになります。落とし込み、縦釣り、まず専用の仕掛けとなっておりまして、ブリ、ヒラマサなんかにも対応できる、まず強靭な強度のある、針を使用しているというところはもちろんなんですけれども、この針に特徴がありまして、スーパーホログラム加工というね、あの胴打ち部分がキラキラ光るような仕様となっております。でこの縦釣りというと網エビなんかの巻き餌を使わずに、ベイトのイワシやアジをかける必要があるので、こういったあのホログラム加工と、例えばフラッシャーとかで皮とか、そういった、工夫を凝らしながら、ベイトをつけていく、そういった仕掛けになります。で、全長の方も 2.4m と非常に短いので、初心者の方でも扱いやすいですし、もちろんベテランの方でも使っていただけますし、まあ、取り回しが良くてショートロッドなんかでも使える、まあ、そういった仕掛けとなっております。その他にも、まあ、こういったようにいろいろと種類があるんですけれども、例えばハゲカワ&サバガワタイプ、フラッシャーサバガワタイプ、サワラ SP といいまして、歯のあるサワラに切られない、そういった仕掛けになっていたりだとか、ヒラメキジハタスペシャル、こちらなんかは、下の枝2つが15センチと、ね、長くなっていますので、底物専用の仕掛けになっていたり、空張りがいい時もあるので、フラッシャーとか革とかそういったものが一切ない空張りタイプもございます。いずれもですね、全長が 1.8 メーターから 2メーターと非常に短くて取り回しの良い仕掛けとなっております。この縦釣りというと、とにかくベイトをつけること、それがまずね第一優先、それがつけないと釣りが始まらないというぐらい、非常に重要な要素ですので、こういったようにいくつかの仕掛けご用意いただいて、その時その時の状況に合わせていきながら、ベイトをかけていくと、爆釣の釣果につながると思います。ぜひ皆様も一度お使いください。はいですよ。水深70、60からもう着いた。60で着きました。はい、60で着いたってよ。暴れてます。おそれ来たよね、それね、暴れてますね。あ、やっと着いた、やっと着いた。よっしゃ、来た来た、来た、早かったですね、着いたらね。お、どこちょこやりましたか。さあ、2本目、おめでとうございます。早速2本目やりました。ちょっとね、ベイトつけるの若干苦戦したんですけども、ベイトつけば一瞬ですね。これからサイズアップしていこうと思います。やりました。面白いな、縦釣り。僕も来ました。いや、もうこのベイトがついてからの楽しさがやばいですね。ごめんなさい、ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。豪華サビキで連発です。2本ともこの缶抜きのいいところにフィッキングして、いや、おも楽しいですね。よく引きます。よっしゃよっしゃ、ついたついた。早く落としすぎると重りが着底した瞬間の衝撃でせっかくつけた餌外れちゃうんで、ちょっとゆっくりめに落としていきながら狙いの棚まで沈めていきます。よっしゃ、来た。よいしょ、完全にベイトにアモンがついてる感じで、ベイトさえついてまえばもうこちらもですね。やりました。ついてますね。つきましたね。ここでやっとスタート地点ですからね、この釣り。そうですね。お、来た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 。ついてすぐ食った。お、来ました。はい。今日新海丸さんのレンタルタックル借りてるんですけど、はいはいはい。すごい使いやすくて、おかげさまで連発です。よいしょ。
はい、ありがとうございます。はい、そこ付近でベイトがついたらすぐゴーッと持っていきました。連発です。なかなかベイトが乗ってこないので、ちょっとここで縦釣り号サビキ、ちょっと仕掛けを変えてハリスを今8号から6号に落として、一回これでベイトがまあつくのかどうか、ちょっと一回様子見ようかなと思います。ついたついた。結構やっぱりこういう渋い時間は仕掛け変えてみるっていうのも、そうですね、ちょっと仕掛けも変えてハリスも細くして、そのあたりは駆け引きという感じですね。そうなんですよ。ヒラメとかやったらね、いいんですけどね、ヒラマサ来たらちょっと切られるんで、うん、あ、出た、やられたハリスを飛ばされたので、逆にちょっと次10号でハリス10号の縦釣り号サビ、こちらでやっていこうと思います。シャーついた、早い次ハリス12、さあ一発釣りたいな。あ、岩永さんついてますか。ついてますよ。おおおおお、はい、シャーカー、ラウンド。ずっと話お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、縦釣りとっても楽しかったです。ねえ、青物のね、かなり強烈な引きも楽しむことできましたし、はい、面白かったですね、今日は。本当に、縦釣りの醍醐味であるベイトをつけるところの面白さと、はい、かかってからのドキドキ感と、うん、そうですね。最高でした。でね、今日はね、ちょっとハマチ、メジロ、はい、いったところ、ブリ族系の青物がメインだったんですけれども、ちょっとね、10月にしては非常に気温も高いんで、水温も高くてね、今日なんかだと24度あったんですね。はい、で、まあ、これから多分おそらく放送される頃にはもっと水温が下がって、でヒラマサとか、まあ、ヒラメとか、はい、もっと超高級魚が狙うことができますんで、いろんな仕掛けを持ってね、はい、今日もね、結構ベイトがいるのにつかないとか、ハリス落としたらつくとか、枝の長さ変えたらつくとか、はい、いろいろあったと思うんですけど、まあ、そういった風に仕掛けを、いろいろ変えていきながらベイトを攻略して大物を取ると、はい、ちょっとね、またいい時期にやってみたいなと思います、はい、なるほど、手軽さと奥の深さと両方味わえる、ね、これからどんどん良くなる縦釣り、落とし込み釣りに、はい、皆さんもぜひ大縄張さんの仕掛けを持ってチャレンジしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り人の休日を応援するエサ吉。